やるがんズーン。何かな。何何？何くれるの？あなたは学校にお気に入りの場所ってある？私は屋上が好きかな。風が気持ちいいんだ。まあたまに木の枝とかプリントとかが飛んでくることもあるんだけどね。こないだなんかバケツが飛んできて、なんで？ってなったよ。本日はいかがいたします？それでは参りましょう。守り抜きましょう。何が始まるの？
はいかがいたします？もしもし、さやかだよ。到着。と、私って曲がったことが嫌いだからさ、コーナーが弱いんだよね。うん、そうやって下から見るんだ。もう帰っていいかな。本日はいかがいたします？ロゼです。ちゃんと聞こえてるかな？大丈夫？それでどうしたの？わかった、すぐ行くわ。忙しいから何の用か早く教えて。リゼってば、いつもぐーたらして遊んでばっかり。ほんと手のかかる妹だわ。ちょっと何してるの？何よ、ロゼの顔なんか眺めちゃって。
帰るわ。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。よく来てくれたな、兄様。さあ、学校を探検しよう。案内してくれ、マスター。マスター？あ、兄様もやる気だな。それじゃあ早速。ぬぬ、兄様は私と一緒にいたくないのか？なら何だって言うんだ。チル様、マスターはチル様の身を心配して。うるさい！なんでお前が割って入ってくるんだ。そうか、兄様、そこの天使に何か吹き込まれたんだな。それは違います。問答無用。どっちが兄様の天使にふさわしいか、パワーで思い知らせてやる。戦うつもりですか？天使がそんなことをしたら二度と天界には戻れなくなりますよ。戻るつもりなんかないって言っただろう。私は大好きな兄様の隣にいられればそれでいい。兄様も私のこと、やっぱその好きなのか。あ、チル様が動揺されています。なるほど、さすがはマスター、ナイスな作戦です。作戦？やっぱりそういうことだったんだな。あ、もしかして私またやらかしてしまいました？もう許さん。兄様もそこの天使もまとめてぶっ飛ばしてやる。この戦い負けられませんね。私の本気見せてやる。ここだ。
悪く思わないでくれ。そんな、マスター この戦い、負けられませんね。私の本気、見せてやる。女神すら倒せる私のネオハートブレイザーが負けるわけ。フェロモンゴーグルの装着者がまとうモテオーラはすなわち愛の波動。マスターの愛が深ければ深いほどその力は強くなります。それはフェロモンゴーグルの考案者であるチル様が一番理解されていることではないですか。愛の力、そっか。そんなに二人は熱々なんだな。私が入る隙間なんてもうどこにも。兄様、
地上にって無理だよ。兄様は知らないんだ。天使が正規の方法で地上を訪れるにはものすごくややこしい手続きがいる。ましてやずっと地上にとどまろうとしたら生半可な方法じゃ。女神がなんぼのもんだ。兄様だって人間なのに私のネオハートブレイザー相手に勝ったんだもんな。私への愛の力で。わかった、私天界に帰るよ。そんで兄様とずっと一緒にいられる方法を見つけて戻ってくる。だからその時は私をお嫁さんにしてほしいな、なんて。何も言いたくない。ああもうなんだこれ、恥ずかしすぎる。もう天界へ帰る。どうせすぐ会えるんだ、お別れは言わないぞ。次に会える時を楽しみにしておけ、兄様。びっくりするぐらい美人の大天使になって戻ってくるからな。大活躍でしたね。明日もいっぱい頑張るです。フェロモンゴーグルにデビルスイーパー、今は展開もハイテク化の時代です。キューピッドが使う弓矢もオートマチックでしたっけ。銃とかボウガンの形をしたのが出てるんですけど、私は昔ながらの弓矢タイプのが温かみがあって好きですね。マスター、お荷物が届いてます。どうやらエンジェルリング社からの粗品みたいです。会社はマスターの頑張りを評価してくれてるってことですね。何事にもファイオーです。案外人間界の方がのんびりできているのかもしれませんね。
ちもファイヨーです。人間界の方がのんびりできているのかもしれませんね。案外人間界の方がのんびり明日です。